は4つ目ですね。なぜかこれだけ青色で、あの明朝体でほかポップな時代だった。BGM も変えるんですか？あ、そうなんですね。ちょっとしんみりした BGM に変わってる。これ私の意思でやってませんからね。今回はですね、私の今後について今までありがとう。私の今後についてお伝えしたいと思います。今後私はですね、妹と、パーティーをします。今後ね、DGM が変わった。この後妹が今日テストが終わるということで、一緒にパーティーをしようっていう約束をしてるんですよ。やった。めちゃくちゃ重大ですよね、やっぱりね。妹がめちゃくちゃテスト勉強頑張っていたんですよ。昨日の夜も本当に朝3時4時ぐらいまで一人で勉強していて、私ももう頑張ってねって言ってお菓子を渡して寝たんですけれども、あ、行かないで聞いてください。この写真は以前の写真ですね。以前妹と駄菓子パーティーをした時の写真です。テストが終わったということで、夜遅い時間帯なので私はお酒をいただきながら、泣いてたんですか？ごめんなさい。そう、今後間違ってはないですよね。妹はジュースを飲みながら乾杯して、おやつとかおつまみを食べようっていう風にね、お話ししていました。あの妹の顔はね、片目だけならということで、スタッフさんから目がめちゃくちゃ似てますねっていう風に言われまして、確かによく言われるんですよ。可愛い妹と、あ、見すぎですか？この後の予定が楽しみで仕方ないです。という個人的なお知らせでございました。この画像を作ったのも、 BGM を変えたのもスタッフさんです。この後は番組を30分に再開します。